モビリセウェブサイトビルダーは、モビリセにより開発されたフリーウェアのウェブデザインアプリケーションである。これを使うことで、ユーザーは、コードの記述をせずに、ブートストラップウェブサイトを構築することができる。ハフィントンポスト、エジ、テクレーダル、アバウトドットコムの記事での紹介実績があり、有名、オンラインウェブサイト構築サービスである WIX.com、Weebly、ジムドゥ、ウェビド、 スクエアスペースといったもののオフラインでの対抗案として知られている。最初のベータ版1.0は2015年5月19日にリリースされた。本サービスの当初の狙いはコードの記述を必要としないウェブデザインと Google のモバイルウェブアップデートへの準拠であった。2015年9月30日バージョン2.0が公開され、これにはドロップダウンメニュー、お問い合わせフォーム、 アニメーション、サードパーティーテーマやエクステンションへの対応といった機能が実装された。バージョン3.0からは新しいテーマやエクステンションの追加、さらにブートストラップ後への対応を開始している。2020年10月13日にはバージョン5.2が公開され、これには新しいコアエンジン、新しいインターフェース、さらに新しいデフォルトウェブサイトテーマが導入された。 4.6から、モビリセは AMP テーマの提供を開始している。最新のバージョンは5.2である。ありがとうございます。